どうも、くまき音楽チャンネルです。本日はまな弟子のレッスン大公開スペシャルと称しまして、私が実際にやっているギター初心者向けの弾き語りレッスンの様子を公開しようかと思います。実際そのレッスンの動画を流しながら、この練習はこういう意図でやっていますとか、こういうのやると良いですよとか、そういった解説も交えてやっていこうと思いますので、どういう練習したらギター弾き語りって初心者から脱することができるんだろうかとかね、どうやったら上手くなるんだろうって思っている方のヒントになりましたら幸いです。今回のまな弟子は F 君という子です。高校2年生で私のレッスンに通い始めて1年が経ちました。最初はもちろん全然弾けなかったんですけど、そこから今どういう風になっているのか。で、 F 君は遠方に住んでいる方なので、オンラインレッスンでやっています。まあスマホがあればね、今の時代オンラインレッスンができてしまうので、 F 君も自分のスマホを使って私のレッスンを受けてくれているという感じですね。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。さあ、ということで早速レッスンが始まりました。Google Meet っていうね、あのアプリを使ってやっております。前もね、Zoom でやってたんですけど、今は Google Meet を使ってます。ほんで、もちろん許可取ってね、動画撮ってるんで、ちょっとお互い緊張してますね。いつも通りレッスンは基礎練から始めます。いろんな基礎練があるんですけど、今回はこういう基礎練をやっていますね。ピックを買いました。あ、ピック買ったんだ。で、ちょっと止めます。はい。ここで大事なのが、喋りながらやるっていうことです。今やってるのはね、こういう風に半音ずつこうやってずれていくような基礎練なんですけど、これただやるだけだったら別に一人でもできるんですよ。一人でやればいいっていう話なんですけど、私のレッスンは弾き語りレッスンなので、この弾きながら語るっていう練習がしたいんですよね。で、そのためにはこうやって2人1組で喋りながらやるっていうのが非常にいい練習となっています。実際この練習は私のまな弟子はみんなやっているんですけれども、めきめき上達しています。この F 君も最初全然できなかったんですけど、自然とやることができているっていう感じですね。続きを見ていきましょう。ピック黒のギブソンのやつにしました。あ、本当だ。ピックを買ったっていう話をしながらね、これが 前使ってたやつと、とても似てる。本当に上手くなりました、彼は。まあみんなね、上手くなってるんですけどね。はいはい、これちょっと止めますね。で、今やってる基礎練はさっきやっていたこの6弦だったらずっと6弦を弾くとかじゃないんですね。6弦弾いた後に半音ずれて5弦弾く、そして今度は4弦、3弦、2弦、1弦の後にまた2弦、3弦、4弦、5弦っていう風にこうやってずれていくやつです。なのでさっきのやつよりも弾く弦が目まぐるしく変わっていくという基礎練ですね。はい、これ私師匠と一緒にねやってたんですけれども、習得するまで非常に時間がかかりました。こういう練習をしてると、例えばそうですね、みたいな、なんか狙った弦をこう弾くみたいなことも弾き語りの中で入れることができるようになってくるかなという感じですね。続きを見ていきます。ほんではリズム確認していきましょう。はい、メトロノーム出して、そしてまた別の基礎練に入ります。テンポ60だね。まあ、はい、私の方でメトロノーム出すこともあるんですが、はい、F 君の場合はキーボードがあるので、8分いきましょう。自分で出してもらって、こういう風にやってます。はい、ちょっと止めますね。これどういう練習かっていうと、メトロノームカチカチって音鳴らした時に、そこに合わせて左手でミュートをしながらこうやって、はい、ダウンストロークをしていくっていうものですね。ダウンアップにもなります。今ダウンだけは四分なんですけど、ダウンアップで8分にする、こういうやつですね。そして3連もやります。タタタタタタ、こういうリズム。そしてあとは16部ですね。タカツカタカツカで、16部の1つ目から4つ目までそれぞれアクセントをつけるという練習もしてます。これ1つ目アクセント、2つ目がで、3つ目がで、4つ目がうんっていう風にやっていると、まあ抑揚をつけた弾き
き語りがやりやすくなってくるよということですね。右手のもう基礎運動ですね。さっきのはどっちかというと左手、もちろん右手もね大事ですけど、左手だったんですけど今のは右手をやってるということですね。いい8分ですね。3連いきましょう。でこれも喋りながらやるっていうのがポイントですね。YouTube っぽいよなんか。前はねこんなできなかったんですよ。ありがとう。はい、じゃあテンポ止めましょうか。でもリズムが合うところも増えてきたねっていうところですね、うん、ちょっとだけピアノ使って音感の練習で一回止めます。はい、彼はですねボイトレも希望しているので歌の練習も、はい、しています。でこれ画面にはちょっとね映ってないんですけれども、あの私のところにピアノもあるのでそのピアノを使って音感トレーニングをしてます。この音感って何のことかっていうと音の距離感の話ですね。こういう時はピアノを使ったりしてますね。見ていきましょう。で出すから、はい、出した鍵盤の音を出す。例えばこれだったらラララララ、うん、同じ音出てるの分かる、うん、はい。なので、言葉はラ、ラです。ラ、はい。そうそうそう。出したやつに当てていく。で、はい、俺が、うん、合ってるなと思ったら次の音に行くので、はい、そしたら今度はその次の音を当てるという練習ですね。はい、いきます。ラ、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 2個目はもうちょい上だな。あらゆる音でやっていきます。ラ、お、いいぞ。ラ、お、いいじゃん。うん、ラ、はい、止めます。オッケー、やったー。最初はねずれちゃう場合もあるんですけど、ちょっと大変でした。これは半音の大事なのは違いですね。だんだん合わせること、これが半音の距離感なんだよね。なので、まあ、音の距離感に関してはまたちょこちょこ練習していきましょう。弾き語り歌も上達してきています。ちょっとやってみよう。さあということで一回止めますね。はい、ここから弾き語りの練習に入っていきます。最近はあのバルーンさんのシャルルっていう曲をあのやりたいと言っていたのでそれを今やってるって感じですかね。基本的には生徒がやりたい曲をやってるって感じですね。でそれを簡単コードにするところからまず練習して、でそこから本来のコードに戻して弾いていくみたいなところですかね。まあ、1年とか2年やってる子はもう簡単コードじゃなくても弾ける子が多いので、その場合は、まあ、希望する場合は本来のコードで、バレエコードとかも使って、やっていたりしますね。でやっぱり大事なのは相性のいい曲をやるっていうのが一番練習になるんですよ。なんか経験値もらいやすいっていう感じですかね。相性がいい曲だと、でそこの相性の良さはこちらで判断してやっています。 F 君とシャルルの相性はなかなか良かったので今はこの曲でやってるっていう感じですね。いろんな曲でやってきました。さあ続きいきましょう。あと大丈夫です。やってみましょう。では本番だと思ってさよならはです。前ね声全然出なかったんですけどね、出るようになりましたね。さよならはまた来てくれた、最後欲しかったね。最後もったいなかったですね。一回止めます。さあということで、現在ねレッスンに通って1年以上が経った F 君ですが、なかなか弾けるようになっているんじゃないかなと思います。少なくとも彼を見てど初心者だねっていう感想を抱く方は少ないのではないかなと思います。もともとはコードもね全然抑えられないし弾けないっていう状態だった F 君がここまで弾けるようになってきているということですね。まあこれはもう F 君の努力ですね、うん、非常に素直でですね
楽しんであのギターを弾いていて、でギター以外にもベースに挑戦したりだとか、パソコン買って、DTM やってみたりだとか、もう非常に音楽が好きな子なんですよね。なので楽しんで練習している結果が今みたいなところです。まあもちろんまだまだなところもあるので、これからそういったところもこう改善して一緒に楽しみながら音楽のスキルを上げていこうかなと思っている感じですね。続きを見ていきます。でもあの前回言ってたあの決め、はい、しっかりできてたね、うん、やっぱ緊張するもん。決めに関して言ってたので、ね、緊張しますね。あ、そうなんですね。それはいい練習になるね。緊張するぐらいの練習がですね。もなくのキーだよね。はい。あ、なるほどね。右手ミュートって今どのぐらいできるようになった？右手ミュートは、一回止めます。はい。さっきの弾き語りを見た上で課題を見つけて、そしてその課題を提示して一緒に解決していきながら上手くなっていくみたいな感じですね。今回の場合は弾き語りにおいてメリハリっていうものをあのつけていきたいなと思っていたので、こういう練習を始めていきます。続きを見ていきます。ちょっと待ってください。この曲でも合うね。やっぱりすごく合ってるから、本当この曲いっぱい練習した方がいいわ。今は曲の相性大事ですからね、はい、とてもいいと思いますよ。今日は右手ミュートテンパってたけどあ、そう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 、うん、右手触れながらってやつ。今俺がやる感じで弾き語り、はい、まあこれ練習ね。ワン、ツー、スリー。花束を抱えて歩いた意味もなく、ただ街を見下ろした。はい、一回止めます。今やってたのは右手ミュートっていう言い方をしてましたけれども、まあいわゆるブリッジミュートって言われるやつですかね。右手の腹で弦に触れながらこうやっていくやつですね、はい、今回の場合は全部という風にね、あの全部こうジャーンと、ね、鳴らしていたんですが、ここにこのブリッジミュートが加わるだけでもぐっと弾き語りのレベルが上がっていくので、こういう練習をしていこうかっていう話ですね。続き見ていきます。もう全部ミュートさせるみたいなイメージかな。トゥク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 F 君っていうのマジで慣れないなそのまあね、普段名前で呼んでるんでね、一定のところ行ってるから、はい、もうこっからさらに楽しくするためにはこの間も言ったけど、もう一歩先のことをやる必要が出てくるんだけど、 それは俺があえて今こうやって課題にしちゃうから、ちょっとそれをあの模倣するっていうのをやってみましょう。今の花束を抱えて歩いた意味もなく、ただ街を見下ろした。こうやって理想の淵に心を刻んでく、もういいかっていう風にミュート1行を普通に弾く1行いきましょう。どうぞ。さよなら、まだから来た背中で、それなのにのとこから弾くんですか。そう、さよならは、オッケーオッケー、頑張った、うん、あのミュートの時振り幅ちっちゃくしてみよっか。今さ結構全力でいってるから、これをまあ優しく弾くみたいな感じ。これできる？こう音の威力違くない？うん、違います。なんか F 君のやつはなんかショーパンチみたいな感じじゃんボコボコボコみたいな俺のやつジャブなんだよね。ピック結構滑らせてるんだよね、斜めに。おー、意図的にこうやって弱くしてあげるとメリハリつきやすいから、これでやってみるのいいよ、ね、あ、うまくなってる、うまくなってる、近い近い、だんだん良くなってました。まだ強いけどね。あ、でも良くなってるかな。今
の弾き語りに必要なのはとにかくメリハリなので、はい、うん、メリハリをつけるための練習っていうのは、まあ、これからちょこちょこやっていきましょうね、うん、はい、今の良かったよ。でもまだ強いけどね、うん、あ、今の1発目のトゥが良かった、うん、だんだん強くなるね。もっと弱くてもいいかな。今これ弾いてるから。あ、お、近い。あ、いいんじゃない。うん、音変わりましたね。はい、止めます。ということでこのブリッジミュート、まあ私なりに思うのはこういう音を出したいので狙うはベース、まあ、C だったら5弦、 G だったら6弦、 F メジャー7だったら4弦っていう風に、まあ1本狙う。でこういう1本狙う技術っていうのはやはりこういう練習ですね。こういう練習で1本狙っていくとこういうのをやりやすくなってくるってことですね。で F 君の場合は振り幅が非常に大きかったのでミュートしきれなかったんですよね。なので上の方を狙いつつ振り幅小さく、あとピックも斜めにちょっとスライドしてあげるっていう風にやると彼の場合は良かったのでそのように教えたって感じですかね。続き見ましょう。ここら辺を、うんうん、そう狙うはやっぱり5弦とか4弦とか、うん、まあ、C の場合はねベースが5弦だから、そうこれさ楽しいよね。はい。できると楽しい。特にシャルルは練習しがいがある。これがミュートがむちゃくちゃ活かされるから、シャルルでちょっと抑揚をつけた弾き語りっていうのを練習してみてほしいな。はい、それこそ前にやってたしおりとかでも同じように練習全然できるので、はい、あれエレジーってカポニーの G 系で弾いてたっけ。そうでした。今までもいろんな曲をやってきてます。さよならエレジーっていう、ね、曲ですね。無口な空にっていう風にミュート、はい、がすごくかっこいいよね。そうほんだらまあ今日やってたあれだね、斜めに行く、基礎練、これはもう継続してやりながら、はい、弾き語りにおいてはちょっと抑揚、はい、意識してやってみよう。まあレッスンの中で一緒にやればそれは全然いいのでね、うん、はい、それでは時間になったので終わろうと思います。なんか質問ありますか。ちなみに大丈夫です。 OK、 じゃあまた次回ね会えるの楽しみにしてます。はい、ではでは応援してます。ありがとうございます。はい、止めます。ということで今回は F 君のレッスン動画を公開いたしました。 F 君が私と一緒に練習していたことっていうのはギター上達のためのヒントになる場合もありますので、ぜひ参考にしてもらえましたら幸いです。私はこのようにギター初心者向けにレッスンをしたりとかいろいろなことをしていますので、興味がある方は概要欄から公式 LINE に登録いただけますと幸いです。登録していただいた方に様々な特典も用意してますので興味があったらご覧ください。ということで皆さんのギター上達を心から応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。